インビジブルマンはイギリスのロックバンドクイーンの楽曲。アルバムザ・ミラクルに収録された楽曲。作詞作曲はドラマーのロジャー・テイラー。リードボーカルはフレディ・マーキュリー。ロジャーは本を読んでいる間に思いついたことが歌になったとしている。楽曲にはフレディ・ジョン・ブライアン・ロジャーの順番でメンバーの名前が登場する。ブライアンの名は 彼のギターソロが始まる前に2度歌われ、ロジャーはラガー・テイラーと歌詞の最後にあるドラムと張り合うように R を巻いて歌われる。なお、フレディの名前はロジャーが、その他はフレディが歌っている。この曲はスキャットマン・ジョンによってカバーされ、歌詞の多くと楽器はスキャットに入れ替えられている。アニメーション監督ブッチ・ハートマンは、自身のテレビシリーズ、ダニー・ファントムのテーマソングは、 インビジブルマンのベースラインに影響されたと語った。ザッチペッツは、この歌を、デビッド・ゲッダや、スウェディッシュ・ハウス・マフィアと共に、ベア・ガット・ユア・ブレーンでカバーしている。とある一軒家の子供部屋、その棚の中から、フロッピーディスクが飛び出し、パソコンにセットされ、コンピュータゲームが始まる。それに気づいた少年がゲームを始めると、ゲームにメンバー扮する、インビジブルマンが登場。少年が、 ゲームでフレディを撃つとゲームから実際の世界にフレディが現れる少年が子供部屋の様々な場所で現れる彼をコントローラーで撃つと消えクローゼットからバンドメンバーと共に出てきた後子供の部屋の中でパフォーマンスをする最後にジョン・ディーコーンは彼のテンガロンハットを床へと投げる少年は自身の野球棒を取りもう一つの帽子をかぶる その後、スクリーンにはゲームでのバンドの画像がもう一度映り、帽子なしのジョンと彼らの真下を歩く子供が映る。なお、ジョン以外のメンバーは全員サングラスをつけた状態で登場する。ビデオには、翌年にソープオペラのイーストエンダーズに出演する15歳のダニエラ・ウエストブロックが出演する。インビジブルマン、ザ・インビジブルマン、ハイジャック・マイ・ハート。 ハイジャックマイハートインビジブルマンザインビジブルマンインビジブルマンザインビジブルマンハイジャックマイハートハイジャックマイハートありがとうございます。